A3 ブルーミングラジオステーション。ブルラジーパート3でございます。これが1回目のラストのパートとなってしまいます。ゲストは引き続きエース手佐久間咲也役の横田龍儀さんです。よろしくお願いします。佐久間咲也役って言いにくくないですか？わかります。やった、ようやく分かってくれる人が。わかります。しかも僕佐久間咲也役の酒井光大なんで、もう S がだからよく噛むんですけどね。本当ですか？でも俺も舞台中に結構怖いんで、はい、めちゃめちゃ立てて言いますね。佐久間咲也役のって。わかる、インパクトが頭にくるんですよね。いやー嬉しいな、こういうところもね共有できるのは、ね、いいですね。嬉しいですよね、はい、ということでパート3はこのコーナーからお届けしましょう。満開ファンレター。うわー、はい、このコーナーですが、監督の皆さんからいただいたメールを紹介していくコーナーでございます。まあ、いわゆる普通オタオコーナーですね。まあ、以前のブルラジでもあったんですけれども、いいですね。早速ね、監督さんからメール紹介したいと思います。はい、監督ネームスーヌンヌさんからいただきました。ありがとうございます。光大くん、龍儀くん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ダブル咲也くん共演、とっても楽しみにしていました。お二人が咲也くんを演じると発表された時、ぴったりやまんま咲也くんやと口に出していたのを覚えております。これまで多くの春公演を演じてきたと思いますが、ズバリ春組公演のどの演目が印象に残っていますか？シーンでも好きな役名でも大丈夫です。また収録中、稽古中の印象的だったエピソードなどあれば教えてほしいです。という、はい、いやこれも ね、 そうですね、いっぱいありますよね。ありますけど、横田さんどうですか？まあ、先ほどねロミオが一番思い出あるとおっしゃってましたけれども、そうですね、そうですね、ロミジュリが一番ですけど、その次で言ったら、でも僕チェシャネコやった時なんですよ。お、第2回公演、第2回公演がすごく印象に残ってまして、はい、やっぱりその第1回目の時は、はい、本当に舞台自体が全然経験がないっていう状態で始まって、2回目をやるって言ったらどんぐらい成長してるものなんだろうというの、はい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 、で僕横田龍儀としての1回目の舞台と2回目の舞台の時って、あんまり成長がなかったよなとか自分では思ったんですけど、でも作品としてやるんだったらどんぐらい成長させた方がいいのかなとかいろいろ考えたのがその第2回公演だったんですね。そっか、そうですよね、第1回公演を経ての次ね、単独でってことですもんね。2回公演、3回公演立て続けにね、やられてましたけれども、なんで、そこがすごい印象に残ってますね僕は。いや、チェシャネコめっちゃ可愛かったです。見させていただきましたけど。本当ですか？こう寝ながらこうやってるやつとか、あ、そっか、こう、あ、それもやっぱ毎回気づきがあって、あ、はい、こういう風なこう喋りのトーンだったりテンポ感でキャラクターやってるんだとかって思ったり、はいはい、その動きも合わせて、はいはいはい、改めてなんか、あ、なんかすごい素敵だなって。いやでも嬉しいですよ、ね、僕はでも本当にゲームを見て、わ、こうやってる、あ、やってるっていう中で、ちょっと俺なりのアプローチなんかないかなとか、動きしなやかさ入れたいなみたいなとかを考えて、そこはもう抜群にね、いやいましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、そして、監督ネーム響さんからいただきました。ありがとうございま す, います。酒井さん、龍儀くん、こんにちは。こんにち は, こんにちは。私はアプリ A3 が配信された当初からプレイしています。A3 が6周年を迎えましたが、こんなに長く同じ作品を推していることが人生初めてで感慨深いです。その後 A ステとして舞台でも A3 が始まってさらに大好きになりました。お二人の作屋にはいつも泣かされています。不穏な言葉を聞いて気が気じゃない第4部、5月から始まるエーステ春タンもすごく楽しみです。質問なのですが、 A3 にはたくさんの楽曲があります。原作曲をエーステでも聴ける場面が多く、いつも幸せをもらっています。思い入れのある歌はどんな楽曲でしょうか？私はモノローグが印象的です。初めて聴いた時に涙がボロボロ、ブルーライ2のブルーレイでも見て涙がボロボロ出ました。これからもお二人のご活躍をお祈り申し上げますということで、はい、楽曲について、楽曲についてどうですか？いろいろね、あのゲーム版からのアレンジもあったりだとか、もちろんそのエーステのオリジナルの楽曲とかありますけれども、はいはい、そんな中で
印象に残ってるものとかお好きなものとか。そうですね、うん、印象に残ってるのはですね、うん、楽曲っていう、まあ、全部本当に素敵であれなんですけど、うん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 、僕めちゃめちゃ印象に残ってるのは、うん、本当に第1回公演の時に劇中劇やってて、その中で最後にロミジュリ の, あの原作曲を、僕らの絆がね、僕らの絆がつながっていくっていうのを聞いた時が、自分でもあの鳥肌が立ったんですよね。鳥肌立ちました僕も、はい、うわ こことここつながるんだっていう、まさか全然予想してなかったので。そうですよね、はい、見てて、うわうわーってなりましたね。で僕自身もやっぱり僕らの絆大好きで、はい、なんか弾いてたんで、うんうんうん、はい、それでうわ歌えるんだ、うわやったって思った反面、うわ坂井さんの声出るのか俺っていう風にそうなんですよ ね, ね。いや僕らの絆はやっぱり僕としてもすごく思い入れのある楽曲で、やっぱり坂井さんも一番最初が、うん、やったのは僕らの絆からでしたか。そうですね、A3 としては初めてやったのは、はい、満開開花宣言っていうゲームのオープニングの方だったんですけれども、 でもその後、春組の、グループ楽曲があって、その次くらいに僕らの絆を収録させていただいたんですけれども、はいはい、あ、劇中劇の楽曲っていうのが、まあ、もちろんその初めてだったので、はいはいはい、その舞台の公演のテーマに合わせて曲が作られてるし、うん、そのハモリの部分だったりとか、まあ、追っかけの部分みたいなところとかもあったりして、はい、わすごくそのなんだろうな、これ舞台とかでやった時に歌ってくれたらすごいなんかガチッとハマるなっていうのはすごく思ってたので、はい、実際にそれをやってくれて、もう本当にね涙腺崩壊しそうになったのを覚えてますね。うわ嬉しいです、うん、僕らの絆もそうですし、はい、あと嘘つきはね魔法の始まりもそうですけれどもね、はい、うん、あれ、はい、聞きたいんですけど、はい、ハモリって最初、はい、うん、難しくなかった。いや難しかったですねそう別々にね一応撮ったので、はい、そのガイドの音を聞きながらやったんですけれども、はい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 、実際に生歌で歌わせていただいた時はやっぱりそのお相手のね畑野さんの曲もやっぱ入ってるので、はいはい、そこにこう釣られないようにしなきゃっていう、その実際にねライブで歌ってる時はすごく緊張感をね生歌でやったので、はい、しかも僕の場合はですね、酒井さんの上パートが出ないから下を歌わせていただいてるので、確かにちょっと高めのね、うん、ハモでしたからね。でもそれはそれで楽しかったですね。なんか嬉しい嬉しいはい、どんどんいきます。続きまして、はい、監督ネームサバサバのサバンナさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。酒井さん、横田さん、こんにちは。こんにちは。 A3 ブルーミングラジオステーション配信開始おめでとうございます。声優さんと俳優さんの垣根を越えた咲夜くんが揃う場をとても楽しみにしていました。びっくりマーク10個ぐらいあります。お二人は涙もろいのが共通点だと思いますが、まさにそうです、はい、今まで演じられた咲夜くんの演技の中でこれが一番泣けた、いや、舞台はまだアクト2なのでこれからのストーリーでここは絶対泣く、いや泣くだろうなってところはありますか。お二人の咲夜くんの愛などを盛り込みつつお話を聞きたいです。酒井さんはアクト4、横田さんは次の春単独公演が控える中だとは思いますが、体調や花粉に気をつけつつ頑張ってくださいということで、はい、ありがとうございます、はい、泣けたという泣けたはもう、はい、部分に注目してもう、うん、キリがないですけどね。そうやっぱ横田さんの昨夜のお芝居見てると本当に涙腺刺激されるんですよね。本当ですか。もう本当にね好きなシーンはもう、はい、どこも捨てがたいんですけど、やっぱりあのねコイン勝負の千景さん引き止めるところはもうダメですね。本当ですか。あれ見れないです僕見ましたけど。あそこは本当にそうですね。もうやりながらももうやばいですよね。とかあと、はい、増美くんのね、うん、空港のシーンとかね、はい、まあ、ちょっと昨夜じゃないんですけれども、ね、家族になりたいというあの思いがこもったあのシーンとかね、うん、だってもう増美くんをその最初から見てるのに、うん、あそこであんなことを言われちゃったらもう、うん、もうですよね。
こっちはだって家族だって思ってるんだからもうもうってなっちゃう。なんか春組のみんなって全員なんか累戦攻撃するの得意すごいですよね。もう本当に下野さんももちろんね、イタルさんもそうですし、うん、なんかね、つづる君ももちろんそうですしね。いや僕はもう、はい、でもアクト3を見て、うんうんうん、酒井さんのあの咲也くんのあの魂から出てる叫びみたいなのはもうダメでした。もうゲームやりながら俺ボロボロ泣いちゃって、はい、ありがとうございます。咲也くんすごいんですよね、絶対人前では ね、あんまり弱いところを見せないというか、見せないっていう、一生懸命ね頑張って、彼もなかなかね大変な生い立ちの中で、本当ですよね、役者としてね一生懸命カンパニーを支えつつ、皆さんにも支えられつつ、楽しくね今、はい、生きてるから、今喋りながらちょっと俺何が出てきちゃったんですもん泣かないでいや、監督さんからの、ね、メールいっぱいいただいてたんですけれども、ちょっとねお時間となっていっちゃいました。ありがとうございました、はい、本当にたくさんのメールありがとうございました、うん、以上満開ファンレターでした。ここで1曲聴いていただきたいんですが、横田さん曲紹介お願いいたします。はい、満開ステージ A3 より春組で一期一会。お送りしたのは満開ステージ A3 春組で一期一会でした。君とまた春夏秋冬ページをめくるから満開、お送りしてきました A3 ブルーミングラジオステーション終演のお時間です。まずはゲーム情報です。イケメン役者育成ゲーム A3 は iOS、Android にて好評配信中でございます。ぜひチェックしてください。はい、そして5月13日土曜日より満開ステージ A3 アクト2スプリング2023がいよいよ始まります。イエイ。東京と兵庫で始まりますのでね、チケットなどの詳細は、公式サイトをチェックしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。見に行くぞ。わー、お願いします。見に行きます。はい、絶対見に行くぞはい、その他詳細は公式サイト公式ツイッターをチェックしてください。ブルラジでは監督の皆さんからメールをお待ちしています。満開ファンレターのコーナーでは A3 にまつわる質問やメッセージ、僕酒井やゲストの方へのメールを送ってください。曲のリクエストもお待ちしております。メールの宛先ですが、満開アットマークポニーメールドット JP、 満開アットマークポニーメールドット JP でございます。概要欄にも記載してありますので、ぜひそちらをチェックして送ってきてください。そして次回のブルラジは6月3日4日5日の配信となります。監督の皆さんお楽しみに。
というわけで新生ブルラジー初回はゲストに横田さんをお迎えしてお届けしました、はい、いかがでしたですか。楽しかったです全然時間 ね本当に足りないし、ね、ようやく緊張も少しねお互いお互いですけれども、ね、僕もそうですしね。いやでも本当にこういう形でお会いできて、ね、さくやくんのことについて話し合えて、いや本当ね、まあ、これから僕はあの、エーステの方が始まっていきますけど、これでまたさらに昨夜くんに対しての役作りとかもさらに深めていけるかなと思いますので、頑張りたいと思います。ナイツオブラウンドと、はい、春の丘カルテット、カルテット楽しみにしてます。はい、今楽器練習頑張ってますね、はい、ありがとうございました。それでは名残惜しいんですけれども、 A3 ブルーミングラジオステーションはここまででございます。お相手は佐久間咲也役坂井光大と、エーステ佐久間咲也役横田龍儀でした。バイバーイ。